こんばんは。12月13日金曜日のニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。南水北調プロジェクト東ルート中央ルートの一期工事の通水から50年を迎えました。高速道路料金所の一般車レーンが撤廃される条件がほぼ整いました。そしてトップハイライトのコーナーでは中国の主要メディアで取り上げられたトップ記事をダイジェストでご紹介します。中央経済活動会議が10日から12日に北京で開かれました。世界貿易機関上級委員会の機能不全状態について商務部は暫定対策を検討中であると表明しました。以上が今日の主な内容です。はじめに水不足解消のために南方地域の水を北方に送る南水北調プロジェクトが12日で東ルートと中央ルート一期工事の通水から50年を迎えました。このプロジェクトは受水地域の水供給の在り方を根本から変えるもので、これまでの5年間で送水された量は合わせておよそ300億立方メートルに達しています。南方からの水はすでに北京、天津、河北、山東、河南にある40余りの大中都市の主要な水源になっています。直接的な受益者の数は1億2000万人を超えているということです。交通運輸部は12日全国の各省、直轄市、自治区の境目にある高速道路料金所の一般車レーンを年末までに撤廃する条件がほぼ整ったと明らかにしました。12月10日現在、中国ではETC 自動料金支払いシステムの契約台数はおよそ1億8500万に上り、 ETC 普及率目標の 97.17% を実現しています。また高速道路を利用する乗用車のうち ETC 平均利用率は入り口で 69.99%、 出口では 69.44% に達したということです。今年1月から11月の11ヶ月間で民用航空の旅客輸送は去年の同じ時期と比べて 8.1% 増加しました。12日に開かれた中国民用航空局の定例記者会見によりますと、今年1月から11月の期間、民用航空輸送は全体的に成長を保っているということです。11ヶ月間で旅客輸送は延べ6億1000万人となり、去年の同じ時期よりも 8.1% 増、貨物は681万3000トンを輸送し、去年の同じ時期より 1.5% 増えました。また、11月の定時運行率は 88.7% となっています。続いて、中国の主要メディアで取り上げられたトップ記事をダイジェストでご紹介するトップハイライトのコーナーです。中央経済活動会議が10日から12日の期間に北京で開かれ、習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席が重要な談話を行いました。中央経済活動会議は中国共産党中央委員会と国務院が開催する最高クラスの経済会議で、新年度における中国のマクロ経済政策を見極める上で最も権威的な風向系とされています。 WTO 世界貿易機関の紛争処理にあたる上級委員会が機能不全に追い込まれたことについて、商務部の広報報道官は12日、中国は多国間貿易体制を断固として擁護し、機能回復に向けた各側の努力を支持すると示しました。また機能回復までの期間の暫定的な対策を検討している最中で、時期を見極めて中国側の提案を提出することを明らかにしました。海外メディアが在中国デンマーク大使がデンマークの自治領であるフェロー諸島に脅しをかけて、中国の通信機器大手ファーウェイの 5G 設備の納入を強要したという報道を受け、外交部の華春瑩報道官は、デンマーク側は
関連報道が事実にそぐわないことを中国側に明確に伝えている。中国はデンマーク側と実務的協力を強化していくと示しました。国務院報道弁公室と外交部の共催による2019南南人権フォーラムが10日と11日北京で開かれました。フォーラムには80以上の国や国際組織から300人余りの代表が参加し、文明の多様性と世界人権事業の発展をテーマに、持続可能な開発のための2030アジェンダ促進のための一帯一路の役割、発展途上国の人権保障の実践と経験について討論を重ね、共通認識の拡大という成果を得ました。以上、今日のニュース、星がお伝えしました。